皆さんこんにちは、金鮭です。今日もね、インサガリマスターで遊んでいきましょう。今日の動画内容です。シンデス攻略をお届けします。シンサルインを倒した次の周回で戦えるボスですね。耐性装備のご案内です。即死対策で銀の戦士の指輪、ライフ攻撃対策でラストリーフもしくは骨のお守り、呪い対策で霊木の腕輪、霊気防御で精霊石の杖、またフランベルジュ、術具ですね。こちらを用いると良いと思います。僕は使用しませんでしたが、混乱とスタン対策で竜の目とキットンソックスを使うのもありだと思います。あと流星刀も詰める方は積むと良いと思います。術防御アップに改造した防具を多めに装備するのが今回の戦いでは有効となります。攻略のポイントです。開門で隊列を乱されます。で、この開門が霊気属性攻撃なので、精霊石の杖を装備しておくと良いと思います。また、アーマーブレスで防御力を上げながら戦うのも有効です。アニメートを使われると面倒なので、死者は出さないように、リバイバーを杖にかけておくことをお勧めします。それでは映像をお届けします。まずはパーティーメンバーの紹介になります。僕はスマートヘルムとフィールドアーマーとレッグメイルを鍛冶屋で術防御力アップの改造を施してあります。その他の装備は画面を参照してください。で、今回戦うボスが槍があまり効かないようなので、剣や弓で戦うのが良いみたいです。いきなり開門が来ましたね。これで隊列が乱れます。全体攻撃でダメージは250から350くらいでしたね。隊列を確認します。前列にアーマーブレスとリバイバーは優先してかけておきたいです。このペインがスタンすることがあります。ライフスティールの LP 攻撃は対策済みなので大丈夫です。まだ開門が来ましたね。先ほども言いましたが、開門が来たら隊列を確認して前列のメンバーは必ず回復させます。リバイバーは絶対にかけましょう。生命の刈り取りが来ましたね。前列の人はこの攻撃に耐えてもらう必要があります。なのでこれ前列5人とかになっちゃうと厳しいですね。デスレインの LP 攻撃も対策済みなので大丈夫です。ウィークネスの腕力ダウンはとりあえず無視しても良いかと思います。カースの呪いは対策済みなので大丈夫です。死の一戦、これが単体の大ダメージですね。リフレクトしてくれることを祈りましょう。先ほども言いましたが、怖いのは前列を多人数にされてからの生命の刈り取りですね。でも今回の戦いではそれがあまりなかったので戦いやすかったです。
弓技のフェニックスアローはとても安定するので使用していくことをお勧めします。撃破ですね、10分ちょいくらいかかりました。リバイバーをこまめにかけたことでね、アニメートされなくてよかったです。開門で運の絡む戦いになるかと思いますが、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。それでは今後もミンサガリマスターの攻略動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。